は。ご報告が、若葉みなみが例の状態から戻ったようです。転校以来のよくわからない激動の日々。そんな中、もはやここ朝のプールは俺にとって安息の場所となりつつある。水沢葵との朝の待ち合わせのためなんとなく来ているだけだが、こいつを飲みながら待つひとときはなんていうか無心になれるのだ。とか言いつつ完全に水着凝視してるであるぞ。無心とは程遠い感じである。それもまた否めない。あ、いたいた。おオパリオ。お、うん、プラン。オパリオ、おはよう。オパリオ。オパリオ。あの、はい、朝ごはん。え、私のお花助けてくれたお礼。お礼の不器用さパネーであるな。いたいた。朝はだいたいここって葵ちゃんに聞いたんだ。じゃあ私も。これは面白い展開になった。でや、若葉みなみまでこの俺の元にやってくるとは。いや、プールに来ただけである。まあ彼女が俺のところに来るのは当然だ。なぜなら前回第10話で俺は若葉みなみが大切にしている母の形見の花を守ったからだ。いや、そうであるけど、その結果若葉みなみは素敵なギフトまでくれた。な、何？ご覧いただきたい。ここは私がかじったところだが、ここ、ここ若葉みなみが一口かじった跡だ。つまりこれは間接キスをも厭わないという意思を間接的に伝えようとしている気持ちの表れ。水沢葵に続き若葉みなみについてもモテの扉が完全にバッカーンと開いてしまったようだ。これがオパリオの味。食べたのオロ様であるぞ。ボボじゃねえよ。オラ様人気者、モテ期の扉オープンなのだ。宇宙人捕獲ゲットだぜ。え、プールもおしるこならいいのに。うむ、ポップコーンでいっぱいならいいのにである。よくアイスとか食べられるね。え、頭キってしない。ああ、まあ、ほよ、どうしたの。昨日ボコボコになったから少々怪我したであるな。ほいほいほい、私のお花を守るために。うん、ありがとう。マッサージしてあげる。お客さん凝ってますね。やっぱお礼の不器用さパネーである。ってことで南さんがまた一緒にモンストやってくれることになりました。よろしくメカドック。よろしく。よろしく哀愁。あとアキラか。というか今まで4人でもないのに散々モンストしてきたであるよな。それでも4人じゃないとダメなんであるか。4人で組んだ時に最大の力を発揮できるのがモンストだから。だね。じゃあさ、影月くんじゃないやつを探すのは。それもね。私たちとアキラ、そしてリーダーのハルマはすごくいいチームだったんだ。本当にね。ビャギャンビャギャンにいいチームだった。その表現はよくわかんないけど。斬新である。
暑かった、とても暑かった。いつまでもいつまでも引っ張っていたいって思った。でも春馬は突然東京へ行っちゃった。私たちに何も言わずにね。どうしてるんだろうね春馬。知ってるでしょ、ミナミが育ててるお母さんのお花。ああ。あれがモンストで潰されそうになったんだけどさ。レン君、リングを使わないでお花を守ったんだよ。モンスターを体で止めて。ここは大丈夫であるか？いてえよ。アキラがレン君と組みたくないと思う気持ちもわかる。ハルマは確かにすごかったから。レン君はハルマとは違う。でも違っても、私レン君とモンストしてると、あの頃みたいに熱くなれる。危ないよ。ラジャー南だぞ。待て。それにしてもさ、南も他の人たちもどうしておかしくなっちゃったんだろう。ある時からああいう風に洗脳されたみたいな人が増えたんだよね。若葉みなみはもともと変であったのだろう。考えてみれば君が現れたのも大体その頃だよね。である？である、である。でもオラ様は単なる何の変哲もないマスコット的存在であり、とっても馴染んでいるからして、特に秘密などは握ってないである。いや、そもそもなんでお前ここにいるんだっけ。オラ君ちょっと怪しくない。オラ次回オラ様の秘密が明らかに。自分で言う。モンスターの発売日であるぞ。やあみんな、サンタクロースじゃ。みんなの願い通り、今年はたくさんのモンスター 3DS をプレゼントするぞ。でも一つだけサンタクロースからのお願いじゃ。靴下は大きめにしておくれ。モンスター 3DS が入らないからな。ほっ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 ほ。あのモンストがついに任天堂 3DS に。モンスターストライク12月17日発売。 Very 遊べます。